エドワード・ムース・ショーラックは、アメリカ合衆国のプロレスラー。イリノイ州シカゴ出身。選手時代は、地元のシカゴやインディアナポリスなど、アワやアワイのテリトリーを、主戦場に活動。ムースの異名通りの巨漢ファイターであり、巨大なヘラジカの頭部白星を被った、入場パフォーマンスで注目を集めた。ウィスコンシン大学にて、 アメリカンフットボールで活動後、アメリカ海軍に入隊 CB 隊員として朝鮮戦争に従軍。在任中はレスリングとボクシングの両方で海軍のチャンピオンになったという。その巨体をインディアンレスラーのチーフドン・イーグルに見込まれ、除隊後の1953年にプロレス入り。1950年代は、 本名の江戸小クの名義で、地元のシカゴを中心にベビーフェイスのポジションで活動し、ハンス・シュミットや、スカイ・ハイリー、レジー・リソワスキーなどと対戦。1960年代より、ムース小クを名乗り、ヒールに転向。シカゴのコミスキーパークでは、1960年8月19日に、カール・クラウザー、1961年9月1日に、 ブルーノ・サン・マルチノと対戦した。1962年9月、日本プロレスに初来日。スカル・マーフィーと共謀し、得意技のボディプレスで、力道山の右強左関節をアダッキューさせるというアングルで悪名を売り、11月9日には、沖縄の那覇にて、力道山のインターナショナルヘビー級王座に挑戦した。この初来日時には、後年のリック・スタイナーのように、 アマチュアレスリングのヘッドギアをつけて試合を行っていた。その後、アメリカではベビーフェイスに戻り、1963年6月17日にフレッドブラッシーを下し、シカゴで新設された、いわ世界ヘビー級王座の初代王者となる。1965年12月25日には、リック・ザ・ブルーザーが旗揚げした、インディアナポリスのワウィニで、ウィルバー・スナイダーと組んで、 ジア・アサシンズからワウィ世界特王座をダッシュした。以後もワウィ及び提携団体のアワーを活動拠点に NWA の総本山だったセントルイスのキールオーディトリアムにもたびたび出場した。1970年7月日本プロレスに再来日。かつての名優スカルマーフィーのパートナーだったブルート・バーナードと組み8月1日に熊本にて ジャイアントババアンドアントニオイノキの勝備法が持つインターナショナルタック王座に挑戦した。日本プロレスには1972年6月にも来日しており、7月5日に札幌中島スポーツセンターにてキラーコワルスキーとのコンビでババアンド・坂口誠二の東京タワーズが保持していた同王座に再挑戦している。1970年代もアメリカではワビオ。 主戦場として、ブラックジャック・マリガン、アーニー・ラット、オックス・ベーカーらとスーパーヘビー級の肉弾戦を展開。1973年9月には、アワの定型ルートで国際プロレスに参戦、いわワールドシリーズの第5回大会に出場したが、予選の総当たりリーグ戦では、同ブロックのラッシャー・キムラ、ストロング・小林、ラーズ・アンダーソンに敗退し、 決勝トーナメントには進めなかった。ワウイでは1977年2月12日にも、ポール・クリスティをパートナーに、ワウイ世界タッグ王座を獲得、6月18日にジミーとジョニーのバリアント・ブラザーズに敗れるまで退官した。1978年4月には、エド・ジョージと組ザ・シークが運営していたデトロイト地区の NWA、世界タッグ王座も獲得している。 以降も1980年代初頭までワウイア・アワのリングに上がり、セミリタイア後の1983年10月15日には、キャリア初期からの旧友、アンジェロ・ポッフォが主催していた、レキシントンのインターナショナルチャンピオンシップレスリングにゲスト出場した。引退後は、海軍の CB 時代に培った技術をもとに、シカゴ市でエンジニアとなって働いていた。 2002年10月31日、脳卒中の発症後に併発した肺炎により死去。72細胞痛。つ。ありがとうございます。